プセール川流域、プセール川の流路プセール川、プショール川は、ウクライナとロシアを流れる、ドニーエプル川砂岩の支流である。全長 717km、流域面積 22,800km 平方メートル。うちウクライナ国内は 502km、16,270km 平方メートル。水源は、中央ロシア高地の西面であり、行政区的には、 ロシアのベルゴロド州とクルスク州の境界にあたる。ウクライナに入った流れは、スームイ州、スームイを通過し、ポルタバ州、クレメンチュークにおいてドニエプル川の川口より 564km 地点に流入する。1969から1978、1999、2000、ありがとうございます。